Hey everyone, it's Hika, your English coach! 皆さんこんにちは、英語コーチのヒカです。今回のテーマはですね、こちらになります。知らないうち使っていたけど、実は通じない和製英語になります。ありますよね。普通に使って、あれ？これ英語じゃないの？ジャパニーズ・イングリッシュなんですか？っていうのありますよね。これを学びたいと思います。例えば、メリット、デメリットって聞きますよね。実は英語ではあんまり使わないんですよ。このように日本語英語っていうか和製英語っていうのは普通に使っちゃってる。私よく聞くんです。それを気をつけましょうということで、今回5個の和製英語を紹介したいと思います。これは皆さんが使うように紹介するんではないですよ。使わないように紹介しますので、ぜひ最後まで聞いてください。では1番目からなんですけども、クレーム、クレームなんですよ。お客さんからクレームが入りましたっていうクレームなんですけども、これはあんまり使わないんですよ、英語では。代わりにコンプレイントなんですよ。例えばですよ、お客さんがまあサービスに対してクレームをしてきたって言いたい時には、 The customer made a complaint about the service。 このように文章を作ります。コンプレイントなんですね。それから自分がクレームがありますと、サービスに対してクレームがありますって言いたい時は、 I have a complaint about the service。このようにコンプレイントを使います。クレームっていうのは、そうですね、まあ英語なんですけど、どこで使うかっていうと、英語ではね、保険業界で使うんですよ。例えば車の保険で、まあ車事故りましたと、そしてクレームズデパートメントに連絡して、事故に入ったんですけど修理お願いしますみたいな、クレームズデパートメント、クレームズ部門に連絡するんですよ。保険要望ですね。だから普段は使わないっていう思ってください。コンプレイントですね。2番目はメリット、デメリット。メリットとデメリットですね。よく聞きますよね、日本では。でもこれもあんまり使わないんですよ。間違った英語ではないんですけども、ビジネスでも職場でもね、あんまり使わないんですよ、メリット、デメリットは。なんでだろうっていうと、やっぱり言いづらいんですよ、英語で。メリット、デメリット。ちょっと長いですよね。それ英語ではなるべくシンプルに話そうとしますので、もっとシンプルの言い回しがあるんですよ。それはなんと、こちらです。pros and cons。pros、いい点。cons が悪い点。その両方言うと、pros and cons。言いやすいですよね。pros and cons、pros and cons。例えば、決議する前に、そのいい点、悪い点をちゃんと理解する必要があるって言いたいときには、こう言います。We need to weigh the pros and cons before making a decision。こんな感じで言うんですよ。強み、弱みを測る必要がありますよね。We need to weigh the pros and cons before making a decision。ね、覚えておきましょう。もう一個。例えば、同僚が提案してきました。いやー、ヒカさん、こんなアイディアがあるんですけど、どう思いますかって提案してきますと、そこで、いや、そのアイディアの強みと弱みを教えてくださいって聞きたいとき、こう言います。 What are the pros and cons of your idea? What are the pros and cons of your idea? シンプルですよね。だからメリット、デメリットではなくて pros and cons を覚えておきましょう。3番目なんですけど、ベトラン。ベトランもよく聞くんですけど、これはですね、重要ですよ。ベトランってありますよね。いや、ヒカさんはもう二十何年間英語業界でやってるから、もう英語のベトランですね、とかってよく聞くんですけど、すごい違和感があるんですよ。どうしてかっていうとですね、英語でベトラン、ベテランっていうのは、戦争から戻ってきた人っていう意味なんですよ。そしてアメリカの兵隊さんって多いじゃないですか。なので、ベテランってよく言うんですね。戦争から戻ってきた方がベトラン。だから、英語のベトランですとか、マーケのベトランですと言われても、ネイティブの方からしたらすごい違和感があるんですよ。通じないです。え、どういう意味って聞かれます。だからベトランの代わりに、エクスパートを使いましょう。簡単な単語ですよね。エクスパート。エクスパートってよく日本語でも言いますからね。さあね、例えば彼はマーケのエクスパートですって言いたいときは、He's an expert in marketing。簡単ですよね。営業のエクスパートって言いたいときは、He is an expert in sales。これだけです。He is an expert in 何々。簡単ですよね。もう一個の使い方はですね、形容詞として使えるんですよ。例えば、運転士としてのエキスパートです。プロじゃなくていいですよ。うまいって言いたいときですよ。運転がうまいって言いたいときに、He's an expert driver。これだけですよ。ドライバーの前に形容詞としてエキスパートを入れるだけです。He's an expert driver。彼は、例えば、ピアニストでもいいですよ。エキスパートのピアニスト。He's an expert pianist。He is an expert salesman。He is an expert English teacher。こんな感じです。覚えておきましょう。
4点目はセールスポイント。セールスポイントってよく使いますよね、日本語で。この商品のセールスポイントは何？これも和製英語なんですよ。セールスポイントってやっぱり、まあ、通じる時もあるけど、基本的にこういう意味なのかなって半々だね、伝わるの。だからセールスポイントの代わりにセーリングポイント使えば確実に伝わります。セーリングポイントですね。例えば不動産、このマンションの一番のセールスポイントはロケーションですと、場所ですと言いたい時は Its biggest selling point is the location。 こういうの言うんですよ。 Biggest、 大きいって言うんですね。 It's a big selling point、 It's a small selling point、 The biggest selling point is the location。 こんな感じ、簡単ですよね。もう一個の例えがあります。この商品のセールスポイントは何ですかって聞きたい時、簡単ですよ。 What are the product's selling points？ これだけです。 What are the product's selling points？ 覚えておきましょう。この商品のセールスポイントは何ですか。で最後はですね、キャッチコピー。これもね、日本語ではね聞くんですよね、キャッチコピーって。でもね、キャッチコピーは英語なんですけど、広告の業界のちょっとテクニカルの言葉で、普段の英語ではあんまり使わないんですよね。ビジネスでもそんなに使わないんですよ、キャッチコピーって。もっとよく使う言い回しがスローガンなんです。 Advertising slogan。 例えば私が最も大好きなキャッチコピーは Just do it ですと、ナイキの Just do it ですと言いたい時にはJust do it is my favorite advertising slogan. で伝わります。キャッチコピーでは伝わらないです。あなたの一番好きなキャッチコピーは何ですかって聞きたいときは、What's your favorite slogan? でいいんですよ。Advertising も言わなくていいです。What's your favorite advertising slogan? What's your favorite slogan? でいいです。伝わります。覚えておきましょう。最後に皆さんに伝えたいことはですね、やっぱりこの和製英語っていうのは正しい英語ではないんです。そこで誤解が起こりますので、グローバルでコミュニケーションを取っていくには正しい英語を学んでいきましょう。これには気をつけてくださいっていうことですね。はい。では今回の内容を復習したいと思います。ただ復習の前にお知らせです。BizMates の公式 LINE ではビジネス英語を伸ばしたい方に向けたコンテンツを無料で配信しております。LINE 登録したらすぐに無料特典をプレゼントしております。 LINE 限定の無料講座も定期的に開催する予定です。さらに英語力を高めたい方はぜひ概要欄から LINE 登録をお願いします。そしてこのチャンネルではビジネス英語を伸ばしたい方に向けて英語に関するコンテンツを配信しております。今後もお役に立てるコンテンツを継続的に配信できるように頑張りたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価コメントをお願いします。では今回の動画の復習をしたいと思います。知らないうち使っていたけど実は通じない和製英語ですね。5個紹介したんですけども、クレームの代わりにコンプレイントですね。メリットデメリットの代わりにプローズ and コーンズ。ベトランの代わりにエクスパート。セールスポイントの代わりにセーリングポイント。キャッチコピーの代わりに advertising slogan、 もしかしてスローゲン。はい。ではこれからはもっと自然な英語を目指して学んでいきましょう。今後ももっと役に立つ動画を作っていきたいと思いますので、ぜひ見てみてください。 OK! See you next time!